はい、どうも皆さん、こんばんちは、アスカリヌシです。ではですね、ちょっと、今回ですね、このリンちゃん見せる回じゃなくて、まあ、そんなの、もともといいんですよ。いや、さっきですね、僕、まあ、普通にね、まあ、勉強してたわけですよ。まあまあ、こういうね、こういう、なんか、勉強するわけですよ。で、こう数学、うん、で、まあ、勉強するやん。で、これ、あるじゃん、充電器、コンセント抜いたんですよ。で、僕ですね、まあ、ここにですね、まあ、ここのコンセントに、まあ、入れてたんですけども、そこにですね、まあ、ちょっと、富士山、箱根行った時に、まあ、大涌谷のショップで買った、なんか、富士山の、なんか、あったんですけれども、これ、コンセント抜いた時に、落っことしちゃって、はい、見事に富士山が外れてしまいました。これ、どうするよ。富士山浮いちゃったんだけど。どうすかな。いや、ぶっちゃけですね、この富士山のやつなんですけども、この白いつぶつぶがあるじゃないですか。で、このですね、これをひっくり返すと、この富士山の裏側に、なんか富士山ぶちちゃう、この白いつぶつぶが富士山のなんか下の方に移動して、まで、こうやってこう戻すとね、この富士山の穴から粒々がバーってて、なんかいかにも噴火してますよみたいな感じになるみたいな、そういうあれだったんだけど、外れた。あー、これマジどうするよ。これ絶対直せないよね。これ多分この青いやつ、もし外せて直せたとしても、多分この白いモコモコはどっか行っちゃうね。どうすかな。まあ、とりあえず癒されっか飾っとくか。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。1時33分、やばいね。ではまたお会いしましょう。では、じゃあの、はい、またお会いしましょう。